それではよよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、タイトルと、えーまあ、パンフレットが、えー、ちょっと微妙に違うんですけれどそこはちょっと社内のこういろんな事情で間に合わなかったというところでお願いします、えー、まず私なんですけれども久保田といいます、えー、と開発部のホニャララというと、まあ、略して ACT というところで、えー、働いているんですけれども、まあ、社内のアーキテクチャなんかを見る部署にいます えとそろそろミドルって呼ばれてもおかしくない年になってきちゃいましたはいえっ、ー、とちょっとプロジェクトメンバーだとか、えー、まあ我々がやってきた技術的なとことは別に、えー、紹介をちょっとしたいと思います、えー、ちょっとアジャイルで始めたプロジェクトでして、えー、タスクボードが2月あたりから始まってますね、えー、2月のあたりから本格稼働し始めたプロジェクトで、えー、まあ忙しい時にはこのくらいチケットがいっぱいあって え7月七夕あたりで終わりましたとまだ残りもんが左側にちょっと残っているんですけどこんな感じのプロジェクトでしたえー、とメンバーですが、えー、これは僕の席でやった、えーやってまあ、定時週1回くらいやってる勉強会の風景ですでこれ開発合宿で開発合宿の終わりあたり、まあ、このぐらいこんなメンバーでやってましたはい、えー、本題の、えー、技術的なところに行きたいと思うんですけれども えちょっとモンゴー DB を期待してした方はちょっとオペレーションの細かいところとかは今回のえ部分に入っていませんのでえ最後のえ質疑応答の時間ちょっと5分くらい取れると思うのでその時間で細かいまあ性能面だとかえ気をつけるところとかそういうところ質問で聞いていただけたらなと思います。えー、とーで2構成に分かれてていましてえウェブのし、えー システムというのを組むと、まあ、規模によってどのような対処をしていってどういうふうに育っていくのか、まあ、どういう、えー、ことをやっていかなきゃいけないのかというのが最初の部分でそれを考慮して作ったプラットフォーム、えー、アルバトロスという、えー、開発コードでまだ正式名称じゃないんですけれども、えー、これ、えー、を我々は作ったもので、えー、これの紹介をしていきたいと思いますえっ、ー、とこれは今 OSS 化をのステップ,あプロセスを社内で走て 知り始めていまして、まあ、早ければあと1ヶ月くらいでなんかお披露目できるんじゃないかなとは思っていますが、えー、そちらの方も頑張っています。はいでまあ、ちょっと前半のほあは、のー、飛ばしていきます。まず、まあ、ウェブでは MVC モデルというのが大体主流で、えー、使われているんですけれども、まあ、皆さん、ここら辺はご存知だと思うので、モデルビュー・コントロールと、えー、分かれている世界です。PHP に 当てはめますと、大体ほとんどのシステムはこういう感じでできています。1つのサーバーの中に DB と Web サーバーがあって、Web サーバーで M の一部と V と C で DB が M やってるみたいな、こういう構成で、まあ、PHP に限らず、大抵小さいサイトはこうやって作った方が楽なので、こうできてるでしょうと。で、PHP として見たときには、すごくフレームワークの選択肢が豊富で、ライバルレールズくらいしかないんじゃないかと。 でこのシステムっていうのは PV が増えてくるとすぐ限界に達するんで何、まあ、かしなきゃいけないここがボトルネックになりますで、えー、これは、えー、ちょっとちょっとだけ変わってるの分かりますかデービーを、DB、サーバーを分けましたこういう対処を普通すると思いますで、えー、こんな対処をしていく、えー、と、えーまあ、ちょっと延命できるんですけれども、えー、まあ PHP のフレームワークは大体この形まではサポートします。なので、PHP で組む分には DB サーバーを追い出すあたりまではすごく楽に組めるかと思います。でじゃあ、このシステムどこで終わってしまうのかというと、えー、PHP のロジックが重くなってくると。で、えー、ここ、ロジック、この M の上の方が、えーえー、よく Rails とかで MVAC の A の部分になってくるのかな、アプリケーションのレイヤー。ここが重くなってきます。で これはクラスター化で対処するんですけど、こういこうとするとウェブですから、セッションのことをちょっとやって、面倒見てあげなきゃいけない、セッション DB とか立てて頑張らなきゃいけなくて、フレームワークを使いつつも、セッションの部分をちょっと自前で書き始めなきゃいけなくなってきて、だんだん手間が増えてきます。次は DB が危ないと。で、ここがボトルネックになるでしょう。キャッシュを入れたところで、書き込みのところとかは結構厳しいので、結局 DB は。 えまあ根本対象になっていないというところがあります。でもう一つ、DB の話に行く前にクラスターの話を、えー、もう一個しなきゃいけないんですけど、えー、ちょっとこれ、われわれのページなんですけれども、あの小さくて、えー、すみません、えー、ただ全体を見せたかったので、1ページにこんだけの量を出さなきゃいけなくて、これを分けると、ですねこんくらいの処理を、独立した処理を走らせなきゃいけないんですね。 でこれって結構な量で、えー、上から下まで全部 PHP で走らせると結構重いです。えー、とで理由はですね PHP っていうのはもともとそういうコンパルー型言語よりあ、えー、と処理能力が低くて、まあ、当然ですよね。えー、それにもかかわらずすごく複雑なページを出そうとすると、えー、p v の依存のボトルネックじゃなくて、今度、ページが複雑すぎて、API10 個も呼べば返ってこないとか、そういうようなえ問題が発生します。でこういうときに PHP って、平行処理のえシステムを持っていないので、ワーカースレッドに逃がすとか、いろんな人がいろんな頑張り方をしていると思うんですが、こういうところも頑張っていかなきゃいけないところの一つに入ってきます。ここですね、ボトルネックが。で、えー こういういには API クラスターというものを作って、まあ、API 部分をさらに分けてでこれを並行して呼んであげるという対処をすると思いますで例で言いますとこういうページはこういろんな a p サーバーにパーツパーツごとに投げてしまってその結果を一気,に一気にリクエストして一気に受け取るとでこれで並,列並行化をして、まあ、スピードアップを図るんですが えー、PHP として見たときには、カールマルチとかで頑張らなきゃいけなくて、カールマルチって、まあ、やったことある方はわかると思うんですけど、エラーハンドリングがえらくめんどくさいです。で、まあ、Java とかだと JAX とか Axis2 とか、えーとかまあ、元々もともとここら辺をイクリスプス上でポチポチやればできちゃうようなフレームワークを持っていて、気にはならないんですけど、PHP では結構大変で、しかもここまでやろうとすると PH、PHP のフレームワークが全然、 もう使えるとこないんじゃないかみたいな。レンダリングエンジンくらいしか残らない気がする。